はい、どうも、今回紹介するのは富士見の31の SR です。これ前紹介したじゃんって思われると思うんですけど、前紹介したのはこっちのバージョンです。実は先月の中旬ぐらいにしれっとキットの変更がありました。で、これまあちょっと注文いただいたので取り寄せたんですけども、何が変わったかっていうと、ここに書いてあるように可変ウィングエアロパーツ付きっていうふうになってます。これです。この部分的な絵をつないでいただくと、あったあった昔そういうキットっていうことを思われる方も結構いらっしゃるかと思うんですけど、345チューンとか、可変ウィングシリーズとか、エアロダイナミクスシリーズとかって、なんかシリーズの名前ちょいちょい変えて出てた、フェンダーとかついてたやつですね。あれが、こう、そのフェンダーパーツが中に入った状態で、新規キットという、新規じゃないですけど、番号は13番のままです。13番のままなんですが、そういう感じで、パーツが追加されて、定価も上がりました。定価は、前回までの何もついてなかったこっちの方は1600円だったんですけど、今回はですね、定価がぐっと上がりました。2900円。でも、1300円上がったっていう風なんですが、よいしょ。まあ、この辺はね、前紹介したのと同じなんですけど、ボディも一緒です。なんですけど、このワイドホイールのセットがつきました。BBS RS のワイドタイプですね。で、一応ノーマルでも組めるようにノーマルのパーツも入ってます。で、可変ウィングシリーズの、フェンダーセット。ちょっと黒成形なので見づらいかもしれないですけど、こういうのは追加されました。で、あとリアウィングのセットですね。一応二段バネって言ったらいいんかな。そういう感じになってます。よいしょ。デカールとかは変わってないですね。デカールは変わってないですね、多分。あ、デカール、見せる時間長めにしてくださいってコメントいただいてましたね。富士見のこれに関しては、オーディオ周りとか、ステアリングの周りのスイッチとかね、その辺のデカールも入ってます。ステアリングの周りのスイッチじゃないな。これは。エアコンパネルのスイッチか。のデカールが入ってます。こういう感じです。いいでしょうか？これぐらい映せばいいでしょうか？で、この可変ウィングのやつって、自分一回32の GTR は作ったことあるんですけど、一応ね、パテを持って、こう、なだらかにしてね、みたいな指示が出てます。ついてます。こいつも、一応ですね、加工が必要ですっていう風になってますね。D 部品の取り付けには加工が必要です。D 部品ってのは、要はこのフェンダーとかの部品ですけど、昔作った時はね、普通にね、32の GTR のやつはボディに被せて終わったような覚えがあるんですよね。で、まあ、今作るんだったら、例えばパテ持ったりだとか、瞬着とか持ったりとか、そういう感じにしてつなぎ目消したりとかするんだろうな、っていうことを思ったりはするんですけど、加工が必要です。どこの部品をどう加工するかとかっていうのは書いてません。まあ、頑張ってねってことですね。頑張ってねってことっていう言い方もあれですけど。一応、可変仕様のやつと、足回りの部品とかもちょっと違うんですね。要はそんだけ外に出るタイプの足がついているってことでしょう。可変と GTSR っていうふうにこういうふうに出てますので。で、可変ウィングシリーズでちょっと今思い出したんですけど、カイドウレーサーパーツっていうフェンダーのセットですね。今まで、1、2、3、4、5、6っていうふうに出てたんですけど、多分これと同じ時期だったと思うんですけど、1、2、3まで入ってだったかな。で、1500円とか、ま、前は一つ一つで単品で900円の消費税みたいな感じだったんですけど、変わってからは3つセットぐらいで1000、まあ、ちょっとまだうちで取り寄せたことがないんであれなんですけど、1500円ぐらいだったかなという気はするんですけど、もうちょっと高かったかな。そういう感じでですね、可変ウィングシリーズの、可変ウィングシリーズだね、カイドウレーサーパーツセット。
ですね。あれ辺がですね、そういう形で出るようになりました。で、なかなか再生産されてなかった、ビッツに使える、小型車用のやつっていう風になってますけど、あれビッツに出てた、ビッツについてた、エアロパーツのセットなんですけど、あれも、またそれとまとめてっていう感じなんですけど、3セットまとめてみたいな感じになりましたんで、入手はしやすくなったじゃなったんですけど、そんな何セットもいらないよっていう人もいらっしゃるかもしれないですね。まあそういう感じでですね、富士見の方もちょっとずつ変わってます。長谷川の31にぶつけてきたのかちょっと何とも言えないんですけど、そうやって値段を上げてきたとか、こういう感じで構成が変わった理由がそういう風なのかとかってことはちょっとわかんないんですけど、そういう感じでちょっとずつ変わってます。27レビンもね、今までキットだけで1200円だったやつが、チンスポットロールバーとバケットシートかな、その辺がついて、いくらになったっけな、定価2000円いくらだったかなとかってちょっと上がったりとかしてますんで、まあそういうパーツいらないよっていう方はですね、旧バージョンの方をね、探して買われた方がいいかなと思います。ちなみにこの31の SR も、これどちらもご注文いただいたやつだったんですけど、この旧バージョンの方はもう問屋さんの方にありません。で、これからはもう31の SR 欲しいよっていう方はね、全部こっちの、可変ウィングのエアロパーツ付きの方が、入るようになりました。あと27レビンの方も、今まではね、その1200円の何もパーツが付いてない素の方だったやつが、そういう辺のパーツが付いて値段が上がってっていうやつしか今、入手できなくなってます。で、多分ですけど、多分というか、まあ、確実なことは言えないんですけど、そのノーマルで定価が安かったキット、もうひょっとしたらですけど、こういう形でこういろいろパーツつけて値段上げて定価上がってみたいな感じになってくる可能性が結構あるかなと思いますので、もしね、今のうちにまあそのいうパーツいらないから、とりあえずノーマルで作りたいんだっていう方は、まあ、安く買っときたいんだっていう方はね、そういうのを安いうちに、入手しておくのも一つの手かななんてことは思います。まあね、長谷川の31の SR ノーマルがもう少しで、もう少し7月か7月で出るっていう話になってますけど、まあ、長谷川の、まあ、その、カルソニックの方は今、昨日アップしたやつかな、昨日アップで公開したやつで話してたみたいに、カルソニックの方は組んでますので、それはまた、組み終わったらね、組んでみたレビューの方で紹介させていただきたいと思います。富士見の31の SR とのね、違いも含めながらお話できたらなと思いますので、あまり期待せずにお待ちください。ご視聴いただきありがとうございました。